続いてのコーナーはアンジーのこの人に大注目、女性海外起業家体験記コーナー。今日のゲストは美と健康サロンマジックドアーズオーナーの上山のり子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、皆さんちょっと気づいていらっしゃるか、分かりませんけれども、今日の上山のり子さん、実は私と同じ名前の上山なので、私の実の妹なんですね。はい、今日は姉妹で姉妹でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、早速ですね、はい、海外の起業家ということで、のりこさんに来てもらったんですけれども、はい、ね、のりこさんが行かれたところは、はい、中国ですね。そうそう、そうなんです、うん、中国の、はい、深圳っていうところなんですけど、うん、はい、香港から近い、一番近い中国っていうところで、うん、そう、深圳っていう町に行ってき、そこでちょっとサロンを、ね、ビジネスをしてましたよね。はい、やってきました。いつ頃だったんですかね。2010年からですね、はい、うんうん、でもオープンしたのは2011年からでしたね。はい、はい、でね、その時 のサロンをですね、オープンする時のですね、ちょっと写真を、はい、今日持ってきてもらってるので、これですよね。これ工事中ですね、うん、はい、サロンができる前ですよね。できる前の写真になってます。はい、ということで、ここからね、まあ、綺麗なサロンが出来上がってくるんですけれども、はい、その出来上がるまでの期間とか、例えば金額とか、ちょっとやっぱり日本でオープンするのっていうのは、はい、すごく高いイメージがあるんですよね。そうですね、確かに、これってもうスケルトンから壁から全部作ってるんですけど、うんうん、はい、だいたい、金額が、うん、まあ、大体30万弱ぐらい、30万ぐらい弱ぐらいでできる、できる感じで、あと期間は、3週間かかんないぐらいだったと思います。うん、かなりやっぱりね、安い料金で短期間でできる感じですよね。なんか30万円ぐらいだと、なんか棚1個ぐらいしか作れないじゃないかぐらいの ね日本だとそんなイメージがありますけれども、はい、全部ができちゃうわけですよね。全部ができますね。それでやっぱ向こうの人たちって結構不眠不休で一気にバーって工事してくれるので、まあ、休まない感じで、はい、それでこう工事終わったらちょっと休むみたいな感じ の、うん、仕組みがあるみたいで、はい、それで結構早く、そして安く、サロンをすることができました。はい、そしてね、はい、次のまた写真をちょっと見せて、いただきたいんですけれども、この写真がそのね、そうですね、はい、オープンした時の写真ですけれども、はい、そうですね、リコネイル、そうです、私の名前がのりこなので、うん、何か自分の名前を看板にと思って、まあ、のを取ってリコネイルっていう風に、中国語ではリークメイジャーって言ってました。おー、リークメイジャー。はい、はいはい、じゃあ中国も少し覚えたりとかも。そうですね、お客様がやっぱ中国人の方、富裕層の方と、うん、はい、あとは駐在で来られてた奥様を、うんうん、対象にしていたので、はい、一人写真に写ってるのがうちのスタッフなんですけど、うん、この子は日本語が喋れる子で、うん、中国人のね、中国人の子ですね、うん、この子と一緒にちょっと通訳もしてもらいながらやってました、うんうん、なんかこう見るだけだと写真を、はい、結構もう日本のねサロンと同じようなすごく綺麗なサロンですけれども、ね、うん、はい、まあ、この経営をするにあたって、日本と、まあ、中国って違いますよね。そうですね、やっぱりね、はい、その中でこう何かビジネスをやるところで違いとか、違い、うん、なんかこうチャレンジだったりとか苦労したこととか。そう、でもやっぱり私は本当に中国語がもう何もできない状態からやってきたので、うん、本当やっぱ語学と、あとは習慣の違いとか、習慣の違い、はい、そういうのにちょっとびっくりすることとか、うん、驚きの出来事とかがあったり、驚きの出来事、ちょっと興味ありますね。日本じゃ絶対にないよみたいなこともあったりとかして、うん、まあ、それも楽しく過ごしてます。例えば一つ挙げるとしたらどんなことがあったりとか。一番びっくりしたのは、うん、さっき写真に写ってたうちのスタッフなんですけど、はい、お客様がお客様の接客してる時に、うん、もう閉店時間が過ぎたら、うん、いきなりちょっと立ち上がっちゃって、もう帰りますみたいな、お客様を置いて帰るっていうことを言い出したので、はい、ちょっと裏来てみたいな感じで理由を聞いたら、理由が彼氏が迎えに来てるからっていう理由で、お客様まだ
中途半端な状態なんだけどっていう感じで、うん、あのすごく日本じゃ絶対にありえないっていうことがあってすごくびっくりしました。まあ、びっくりしますよね、はい、日本だとねお客様を残してあの帰るっていうのはなかなかないとは。いや絶対やっちゃダメですからね本当に、うんうん、まあ、でもやっぱそれってやっぱり中国がすごい家族を大切にするとかそういったところからも来てるのかも。あとはやっぱり仕事退勤時間をものすごく厳し、うん、なんか気にするというか、はい、もう終わったらスパッと帰るっていうのがもう習慣みたいなので、うん、まあ、あのすごいむくれながら残業してもらいましたけど、はい、まあ、いろんな違いが、ね、あると思うんですけれども、はいはい、そして、中国でこういろいろとサロンをするにあたってもやっぱり商材を買いに行ったりしますよね、うん、あ、そうですね。その商材を買ったりするのも日本とやっぱ違ったりするんですか？そうですね、うん、日本だとだいたいビルの、まあ、一角とかに問屋さんがあったりするんですけど中国の場合やっぱスケールがすごく多くて大きくてビル全部がもう美容の、はいはい、美容関係のものがあるビルっていうのが建ってるんです。うん、電気のやつだと電気のビルみたいな感じで、はい、これですね、はい、そうですね、うん、はい、このビル全体がもう、はい、美容だけのビルという感じになっていて、うん、そこではもうそういうエステサロンとかネイルサロンとかもうそういう人たちの、はい、スタッフさんでもごった返してるっていう感じですね。日本からも買い付けに来たりしてます。うんうんうん、まあ、全てが揃うっていうような感じのところですよね。そうですね、はい、値段もやっぱり安かったり。値段すごい安いですね。うん、もう日本の何分の1、むっちゃ安いのはもう10分の1ぐらいの値段で売ってたりとかするので、まあ、クオリティはやっぱりちょっと、うん、差があるから、うんうん、やっぱりちょっとちゃんと見てやらないとダメ、選ばないとダメなんですけど、でもまあ、はい、いいものを選べばね安くで買えるっていう、そうですね、掘り出し物ですよね。はい、そうですね、なるほどなるほど、うん、はい、そしたらまあ中国でこうねいろんなビジネスもやる中で、はい、休日とか、はいはい、過ごし方はどんな風に休日は。休日はやっぱその深センっていう街が香港からやっぱ近くて、うん、はい、まあ、イメージで言うとなんか千葉から東京みたいな感じなんで、うんうん、もう電車ですぐ行けちゃうんですよ。なのでだいたいお休みの日は香港遊びに行ったりとかして、うん、いいですね、はい、うん、ちょっと観光なんかもやったりして、うんうん、すごい楽しく充実した生活をしてました。はい、はい、その写真がまた次ですね。あ、そうですね、これ占いの街、香港で占いの街があるんですけど。占いの街ってあるんですか？あるんですよ。そこにもう占い師がブワーって集まってるところで、うんうん、結構日本語喋れる香港人の占い師さんとかもいらっしゃるので、まあ、そういうところに行って占ってもらうっていう感じですね。はい、いいですね、ですね。そしてね、次にまた写真、これですよね。これは日本人だけのテニスクラブの写真なんですけど、うん、はい、私全然、社会人のテニスとかやったことないかったんですけど、やっぱこういうふうにスポーツで交流して、うん、まあ、日本人同士で情報交換とかをしたり、うんうん、あとはやっぱ海外にいるのでやっぱ家族がいないじゃないですか。だから助けてくれる人っていうのがすごく必要になってくるというか、うんうん、なのでここにいる人たちはもう家族同然で助け合いの精神で、はい、すごく仲良く、うん、してもらってました。うんうん、私も何回かね遊びに行って、はいはい、で多分今のこの写真の中に載ってる人も、はいはい、何か会って、そうそうそう、一緒にご飯を食べた人たちが載ってたような感じがしますけど、でもやっぱりそうですよね。なんか中国の特に深センだと、多分ネイルサロンをやってたのってのりこさん一人。そうです、私が一人で、はい、うん、日本人女性は私一人しかいなくて、うん、はい、やってました。お客さんとかっていうのはどうやって集客したり、うん、紹介とかどんな感じだったんですか？お客さんはやっぱ紹介が多かったのと、うん、あとは私をお世話してくれていた日本料理屋さん の魚屋っていう社長さんがいるんですけど、その方がその方がすごくみんなに言ってくれたりとかして徐々に徐々に集まっていったっていう感じになってます。うんうん、ってことはやっぱりさっき の, テニスを、はい、一緒にするサークル、はい、じゃないだないけれども、やっぱりそういったコミュニティっていうのって結構大切だよね。はい、コミュニティはやっぱりすごく大切で、やっぱ一人で、ね、行ったり、私の場合は行ったんですけど、うん、まあ、駐在の方も一人で行かれたり起業される方も行くと思うんですが、うん、やっぱ
前に来てる方々の先輩の、あのいろんな情報っていうのはすごく大切なので、やっぱ日本人コミュニティはすごく ありがたいなと思います、うん、心強いですよね、はい、私も行ってホッとしましたね。そういった周りに日本人の方がいてくれるんだなと思うと、はい、はい、そしてね、まあ中国の深圳っていうことで、中国と日本ってやっぱりね、うん、一時期結構、あ、そうです、緊迫した瞬間があったじゃないですか、はいはい、その時も行ったよね。私はもうバッチリかバッチリってすごい自慢げに喋ることじゃないんですけど、バッチリかぶってたんですよ、うん、はい、その時のちょっと写真が次の写真になるんですけれども、そうですね、はい、すごいもう人がいっぱいいて、ちょっと見えにくいかもしれないけど、車真ん中にあるのは車、そうです、これあの尖閣諸島の時のデモの写真なんですけど、うん、はいはい、真ん中の車が、うん、あの日本車なんですよ、うん、で中国 あのパトカーって日本車を使っていて、パトカーがひっくり返されてるっていう、そうなんだ、はい、そうなんです、うん、でこの時はこれも深圳の写真なんですけど、うん、ちょうど私の家住んでるところから100メートルぐらいのところでこれが行われていて、うん、あの日本料理屋さんとかのガラスもすごい割れてたりとかして、結構ちょっと怖かったですね。その時結構外歩いたりとか、どこか外出するとか、はい、怖かったんじゃないかなと思うんだけど。すごい怖かったです。あの噂がやっぱり回っていて、日本語喋ってると後ろから殴られるとか、そういう噂が。実際にいたんですか、その後ろから。殴られた人もいたんですよ。だからそういう噂が回っていて、私はもう日本人だし女性だしすごい怖いなと思ってたので、あの本当外 あのカフェテリアとかもあったんですけど、うんうん、そういうところであまり日本語喋らないようにと思ってたんですけど、やっぱ喋るじゃないですか。だからちょっと友達とちょっと考案して、あのなんちょっと語尾になんとかハムニだとかつけてみようかみたいな感じで、怖い中でもちょっと笑いを入れつつちょっと頑張ってやってました。はい、違う国の人に、はい、違う国の人になってみようかなみたいな感じでやってました。でも、はい、何もなく良かったです。何もなくて良かったですけど、うん、やっぱりあの海外に出てるとこういった経験をすると、やっぱり自分が日本人なんだっていうことを、うん、なんかある意味再確認するというか、だからあのでやっぱ日本の国のことを思うと、日本ってすごい安全で安心な国なんだなっていうことがすごく実感できて、あの本当に帰ってきて日本は素晴らしいなって、またまた今さらにあの再確認してるところです。はい、海外に出て逆にね、そうですね、見るところもすごいあるよね。うん、はい、で今マジックドアっていう形で、はい、恵比寿でサロンをやっているということで、はいはい、今日はそこの恵比寿でね、またこのサロンの写真を持ってきてもらいました。はい、まあ、何名かの方のお写真出てますけれども、はい、すいませんね、勝手に出して、これは、はい、この写真は、何かこう手術をした後の違いとか、そうです、ね、何をやってるとこなんですかね、はい、私もともとさっき写真にあったようにネイリストだったんですけど、はい、まあ、中国で耳つぼというものに触れて、うん、耳つぼジュエリーっていうものを、うん、取り入れて今は、自己免疫力を高めたり、うん、自然治癒力を高めたりっていう、まあ、美と健康のサロンをやっています。はい、今はリンパの方も取り入れて、うん、はい、やってますね。かなりのりこさん自身も痩せましたね。そうです、はい、はい、私も痩せました。すごい映っちゃったけどそうですね、はい、前回ね一回来てもらった頃と多分、はい、かなり ね、顔の幅が違うじゃないかと、幅が違うと思いますが、はい、私が、まあ、それは、はい、リンパをやって、うん、そうですね、小顔になってます。デトックスしたという、そうですね、はい、アフターののりこさんということで、私ですね、今回ね来ていただきましたが、はいはい、じゃあ次はもし今回ね中国に行って日本に帰ってきて、はい、また次回海外でチャレンジがする機会があるんだとしたら、はい、どういう国に行きたいかとかありますか。うん、次は台湾に行きたいなと思っていて、うん、またアジア圏。そうですね、うん、まあ、私も住んだことはまだないんですけれど、やはり新日っていうところで、すごくちょっと習慣も近い部分もあるかなっていうのと、うん、あとは私も中国経験してるので、やっぱりそこら辺で、まあ、民族性というかそういうところも経験として持ってますので、そちらの方も含めていろいろ展開していけたらいいかなと思います。はい、なるほど、はい、じゃあまた、はい、
もしかしたら台湾かね、アジアに出ていく、そうですね、はい、ことがあるかもしれないですよね。今力をすごく貯めてます、うん、お、貯めてる充電中ということで、充電中、はい、はい、そんな中遊びに来て、はい、いただきました。はい、はい、のりこさん今日は本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。